モモロカトーク。こんにちは、モモロカです。皆さんお元気でしょうか。今月ですね、10月のモモロカのスイング音絵本という私がパーソナリティをしている番組があるんですけれども、ラジオですね、フクロウ FM さんでやっていますが、10月のゲストがなんと安西はじめさんという、ミゼットが得意なアコーディオン奏者の方で、昨日も放送があったんですけれども、そちらの中でスタイルミゼットだったと思うんですけど、こう弾いてるのを聞いて、また久々にアコーディオンを演奏してみたいなと思い、じゃん、もう本当に久しぶりに、1年くらい触っていない、もっとかもしれないですけど、もっと2年くらい触っていないかもしれないです。いろいろ忙しくて出してみました。そして私がアコーディオンいいなと思ったのは、理由は後で話します。ではサンタルチアというミゼットを簡単に弾きたいと思います。どうぞ。情緒漂っていて楽しい気分になりますね。私がアコーディオンをやりたいなと思ったのは、理由はやっぱりピアノと違って毎楽器で鍵盤で持ち運びができていいなと思う。音も外国のでこうね、演奏している人の前でワインとか飲める雰囲気あの感じがいいなと思って始めました。またね、時間がある時にたまに弾いたりしたいと思います。ちょっと今日もボロボロでしたけど、すいません、もう速報し上手になりたいと思います。あとはまたモモロカの新曲夜のモンスター、皆さん聞いていただけましたでしょうか。ぜひぜひ音楽配信サイトでダウンロードよろしくお願いします。ではこの辺で終わりにしたいと思います。チャオモモロカ。